そう、来た、倒したイエーイ、竜の鱗、イエーイ、お、3000、ありがとうございます。3000ってことはそんなに強くないというか、もうこれ弓で倒すんだろうな。うぃ、覚えてないな、さすがにね、このドラゴンを倒したことは覚えてないな。てか俺ほんと倒したのか。とりあえずね、なんかね、別のね、町というか、なんかね、上のところに行って、なんかね、雷かなんかね、落とすね、ドラゴンが出てくるんだよ。いや、マジ。いや、ほんとだから。何あれ？あ、いや、俺逆側から行った気がする。道が逆やったんや。あれなんだ、あいつ。お前もドラゴンか。パスンって。14。いや、こいつは普通に倒すか。ただの雑魚的だろ、こいつは多分。俺、逆側の道から行った気がするわ。ほらほら、雷。全然襲ってきてるやん。あ、強くね？あ、強い。あ、ごめんなさい。あ、ごめんって。ごめんって言ってんじゃん。あ、強い。あ、3027が。あ、俺ね、ここ知ってる。逆側から行ってる、俺。逆側から。向こうに、多分ね、道がある。絶対道がある。確実に道がある。で、どっから始まるの？うわ、テンション上がる、これ。うわー、こっから。よーし、ここまで持ってきたぞ。遠い。ここまで持ってくるの遠い。じゃあ、こいつ、とりあえず無視して、ちょっと奥行こう。奥。絶対ね、あるはず。かがり火が。かがり火っていうかね、上にね、行くところがあると思うんですよ。しょ。よし、無視。絶対ある。絶対近くにある。俺はね、俺を信じる。これなんかね、上に行くとこあるんですよね、これ。うわ、これ。見たことある。こっちか？本当にこっちか？絶対行けねえだろ、これ。あれ？え、どっかあったんだって。うわー！え、どっかあったんだって。え、嘘？いや、絶対どっかあったよ。え、覚えてるのかな、俺。お前らは無理だよ。やばい。危ない。ストビン、やばい。え、どっかあったんだよ、絶対どっかある。やばい。あー、なんでここ。いや、もうわけわかんねえな。やっぱ倒していくしかないかな。でも強いんだよね、こいつの。こいつは倒していくか、やっぱり。強いんだよな、めっちゃ。落とさない、もう絶対落としてしないよね。飛びそうやもんね。だ、遠いんだよ、俺。え、マジでこんなに遠いの行くの俺。まあ、場所違うんじゃないかな。うわ、もう早くね、もう、加藤純一と、モコンの動画早く見たいんだよ。さて、ドラゴンが見えてきましたよ。よし。で、ここでちょっとね、確認してほしいんですよ。雷属性の、ちょっとね、装備をすんごい強くしました。見てくださいよ、これ。雷属性、左から一番下の、あれが15。もう、ここら辺のやつを全部それを強くして、今、ステータス、なんと、一番、真ん中の一番下の137。これはね、やばいよ。能力値としては5倍ぐらいになってます。もうね、てか、雷属性の耐性が全然なかった。めちゃくちゃなかった。びっくりした。なさすぎて、あんだけ食らった。で、この盾も、この雷属性、すげえいいんですよ。ほら見てください。全然違う。両手剣で。いや、こいつ攻撃力が強い。でも2回攻撃したらひるむ。なんでこんなやつ攻撃強いの。あ、全然食らわん。あ、食らうやん、めっちゃ食らうやん。やばい。一旦回復して、あ、なんかここ毒サビやん。
2回越したヒルミナ知ってんぞ。よし弱い、そんなに強くない、1000もらえる。やばい、そんなに強くないわけじゃない、雑魚敵じゃない、クソ強い。だってもうエストビンあと4つ、やばい。俺あそこで死んだんか、うわ遠いな。まずこいつを殺す、血祭りにあげてやるわ。分かったぞ戦い方が。おいおい、こっち来い。よし、オッケー、一旦セイセイ。うわ昼寝やばい、あやべ、ちょっと HP がない、やばい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 って、まあ、落とすぞお前蹴りで、知っとんぞヒルムの。やばい、仮面属性関係ねえな。うん、そっちダメだって。うわやばいミスった、やばいミスったって言ったじゃん。こんだけ雷属性上げてということは本来めちゃくちゃ食らっとったんかな。よし行くぞ、切った、あと1回、よしスタミナが足りない、クソ2回切ったら切れるのに。あ死んだ、あそんな強くねえんかな、そんな感じがするな。もうちょっと攻撃が上がって、なんだ、もうちょっとこうなんかいっぱい出てきてくれたらこいつでレベル上げできるな。うん、12、やべ、うわうわ、どんな攻撃の仕方、やばいやばい。よしここです、このヒルミでかいな。うわやべ、うわ2回くらう、くー2回くらっちゃった。ここはあえて人間性を使う。よっしゃ全回復、あと1回、よし、OK、ふぅ、よし、こいつは多分ね倒したら出てこんくなると思うんですよおそらく。だから俺は倒す、人間性を使ってね。よしこっち来い、2体ちゃんもいい、こっち来い、いいぞ、いい子だいい子だね。あこれさファルシオンで言ったらさ2回ぐらいでさ、これでいったら、こっち来いって、こっち来いって、そう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 、いい子だいい子だ、怖い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 、いいですね。下がってきよう、逃げるんじゃない、あいつ正面向きながら下がりてたんか。よいしょ、暗い、うわー、うぅー、あれ一旦回収しよう、3体もいるじゃん、ダメだこれじゃないと、一体倒したい、うわー間に合った、まあ回収できたきいいやろ。うわーでもここまでどうする、あと3体復活しちゃったら嫌だな、でも復活しちゃったら無理だな、無理ゲーだな、無理ゲーや、無理ゲーへへへーや、へへへー、復活してるやん、マジで復活してんの、マジで嫌だな、こいつ雑魚敵かよ、雑魚敵扱いかよ。
あ、でもいいぞ。あ、よくねえぞ。ああ、きつい。こいつはきついな。まあ、広いところやったらまあまだまだ。あ、落ちた。あ、俺も死んだ。あ、なんで落ちながらこいつ火吐いたんか今。くそ、こいつ。わ、でもこれどうすりゃいいんだろう。きつくね、これ。ちょっと。戻る。めっちゃ戻るんだよな。よーし、ちょっと、あのドラゴンちょっと強いから、まあ、ここに戻ってきたということは、多分こっちの道に進めれるようになったんじゃないかなと思って、ちょっとこっち、最初のね、その奥、倒せなかったところ、で、この、今、装備している下の、下十字キーで使えるこの、あ、全然当たらんな。このアイテムを使えば相手に攻撃ができると。なので、そいつを倒して奥に進んでみようかなと思っております。多分、俺どこだったかな？俺ね、あそこね、でも見たことあるんだよな。かがりあったと思うんだけどな。でも、あそこの、今復活して、ここまで来るのすんげえ時間かかるから、ここまで来るのにも時間かかるし、竜の他人の奥も結構時間かかるというね。だから、早めにかがり火をここら辺で見つけたいんですよね。さあ行くか。これ落ちたらダメだよな。落ちたらマジで。金もったいないけど、ソウルもったいないけどしょうがないよね。まあ、ドラゴン倒せば、ソウルなんてあっという間に溜まるから、もうちょい強くなればね。じゃあ装備して、これで使っとくか？ほい。行くぜー。これ戦える？お、来た！来たー！うるー！怖くねんじゃよ、やるなんけ。あ、ごいや、一時的だろ？早く早く。かがり火。何にもないの？じゃあ行こう。これマジ何もないの？うわぁ。早く戦わして、俺と。俺とって。おかしいけど。日本語ちょっとおかしいけど。さあ、どこにいる？いた。死んでしまえ。くっ。スタミナが足りない。よいしょ。あ、なんかあそこ入り口がある。早く行きたい。ねえ。やばい。お、またここにもいるの。やばいやばい。一回回復して。オッケー。お、なんか手に入った？あ、マジでお前くれるの最高じゃん。うせえめ。壁抜けがあるんか。使えない。なんで？くそ、魔法が使えない。なぜだ。結構敵おるな。無限湧き？あれ、さっきこれなんだっけ。
壁抜けするからな、こいつら。うわ、これ下あるの？うわー、ぐるぐるぐるー。お、ソウルね、いいね。うわ、怖っ。あ、なんそれ。なんだそれ。かかってこい。そこはずるいぞ。えい。ここは落ちるね。よしよし。ちょっと相手見る。どれ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 取った。もう武器が多い。棒が多い。だが、うん、ごみ。よし。もうごみ。すぐ上がるね。ごみって。まあ、商人おらんかな、商人。なんかいいアイテムとかね、ってくれたら最高なんですけどね。商人おったら、あのドラゴンのやつ取り行くけどな。あれ、どっちだったっけ？こっちだったっけ？あれ、なんか、あれ？いやいやいや、こっちから来てよ。こっち来て、左に曲がったらダメだから、右。あれ？え？これ落ちるのかな？あれ？もう道が、あ、右あったー。なるほど、なるほど。ああ、またか。そんな出方すんなよ。かっこいいじゃないか、ちょっと。かっこいい出方するね。ちょ、ガードしながら行こう。敵を見つけたら三角。うるー。ほいひゃーん。いいね。いいね。結構弱いな。おお、怖っ。落ちていいのかな？落ちちゃダメだよ、絶対。あ、あるじゃん。イェーイ。ボスじゃない。絶対ボスじゃないよね。そんな感じがする。大体ボスじゃない感じがわかるよ。はしご。うわぁ。ソウル。ん？上からこいつ攻撃してくるのか。うざいなぁ。待ってこい。よいしょーん。イェイ。えい。ぜー、こえ。は？あ、下から攻撃しようか、あいつら。くっそ、厄介だな。うわ、怖っ。こっちの道合ってんのかな、マジで。あのドラゴンのとこ気になるけどな。でも、あれは倒せん。うわ、これいける。いけるけど、どうしよう。うわ、これ道がすんげえいっぱいあるな。おお。やばい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 。おお、三人も。おる。なにー。くそ、なんで攻撃当たらなかったんだ。切れたんかな、あれが。よーし、来たぞー。一時の呪い。これなんか、あ、マークが出るわけじゃないんか。わからんのか。困ったなぁ。やっぱ出てくるんだ。じゃ、これ使っと間じゃないと、うわ、こいつ3回、4回か。3回だな。このファルシオンで両手剣にして3回だな。よし、オッケー。もう道はだいぶ分かったからな。道は分かったけどね。どこにかがり火があるかだよな。結構遠いんだよな。なんか出てきた。3回で死ぬ。よし。こいつの HP は300だ。OK。3回切った終わり。しかもこっちは5回攻撃できるからね。いいね。敵多いな。なんかやばいって。邪魔じゃーお前ら。ガード。どっちからガードすればいいんだ。あ、やべやべやべ。くっ。オッケー。危ねー。行くぜ。エストビンを準備して、こ
こう降りて、で、すぐ右ね。あれ？すぐ右。あれ？すぐ右。すぐ右、こっちか。すぐ右行って、で、左行って、で、倒すと。で、こっちね。こっち行って上ね。えいや、危ない！はしご行くか？あ、はしご落とす。はしご落とす。はしご行くか？なんか近道？怖っ。うわ、怖っ。近道なのか？え？え？死ぬじゃん。うわ、なんだこれ。え、落としてなんもない。こっちじゃない。なんか道がいっぱいある。道がいっぱいある。やば。こっちにもある。え、何もない。通れんもんね。道がいっぱいあるけど通れない。怖っ。いいんか、こっちで。あ、俺やん、敵が。死ぬ。えい。危ねえ。死ねい。しょけい。スタミナ回復して、どこで死んだっけ？てか、ここ結構経験値もらえるな。ここ絶対、ここなんもないとか言わんでよ。何もねえじゃん。ただ敵を倒しただけか。ゴミじゃん。敵を倒したらスムーズに進むよみたいな、そんな感じ？そう、ほんとなんもねえし。このゲームはゼルダじゃないから上に登れないんだよな。マジかよ。何もないの一体な。端はどこやったっけ？こっち行ってないよ。もう道が似てる。うわー、通れんのか。こんな走るし。なんだー。へいへいへい。へいへいへい。へい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 。通れません。通れません。ふざけたら落ちるだ。あれ？俺どっから来た？道に迷ったよ。こっち行ってないと思う。もうほらー、もう。ふざけるんじゃなかったの。何が、へへへへへんかちゃん。よし、戻ってきたぞ。そして回収したよ。で、上に戻る。あー、怖かった。もう黙ったわ。めっちゃ黙ったわ。もう実況者としては、あるまじき声やったわ。いや、下は行っちゃいけんね。びっくりするほど、行き止まりばっかりだった。まあ、とりあえず上で行き止まりでぶつかったりしたらね、行けばいいから。とりあえずこっちかな。とりあえずもうこっちの道しかないもんね。あ、怖い。操作がね、こっち奥も行けるけど、そんなリスクはない。こっち行くか？こっち行くか？間に合えた。クソ、もうなんで。